まあ、そういったシーズンに向けて、まあ、おそらくこの今ブルペンで投げ込んでいる、そして球を受けている選手一人一人もそういった迫力ある東京ドームの前で一軍の舞台で投げたいという思いでこのブルペンで練習を積んでいることでしょう。こちら10時50分頃のブルペンですね。これあの大江投手なんですけれども、はい、背番号64じゃないですか、はい、今日の球数64球です。あら、これは偶然なのか狙っているのか。偶然だと思うんですけれども、そうですか、ね、ご本人の中でも、まあ宮崎キャンプの時からやっているのが、はい、左バッターを想定としたアウトコースへのスライダー、はい、そこをしっかりと投げ切れるかどうかというのをこだわってましたので、であのこの前の紅白戦で登板した時のお話聞いても、まあ、納得はいっていると、はい、なのでここから大江投手がまた戻ってくると左の中継ぎとしてその選手層が厚くなっていきますよね。そうですか。あのその宮崎の紅白戦第1戦第2戦ともに私実況しまして、その解説にはあのジャイアンツ OB の林正則さんが、いらっしゃったんですけど、その時の林さんも大江の投球を見てですね、あの昨シーズンに比べて腰がしっかりと振れるようになってきていると。ですのでこのまあサイド気味の大江のフォームですので、はい、腰が回るようになると体全体がしっかりと回るようになって、うん、こう例年以上に厳しいコースに球を投げられているというふうな解説があったので、そういったところももしかしたら今シーズン大江のその好調の一つなのかもしれないですよね。そうですね。本人の中でも本当に悔しさがある中でのキャンプ入っていますので、その準備もしっかりとしてきたとキャンプ前にもお話あったので、はい、で明確になってるんですよね。大江投手の場合制球としてどこに投げなきゃいけない、はい、自分の生きる生命線はここなんだというのがあるので、そこをしっかりと磨き上げていると投球見てて思います。受けるキャッチャーは岸田です、うん。まあ、大江は春のキャンプ、まあ、2軍スタートでその宮崎の紅白戦でいいパフォーマンスを見せて、まあ、1軍に合流してこの沖縄も1軍に帯同していると。そして同じくサウスポーのこちらは今村ですね、うん。この今村投手もキャンプ前にお話を聞いて股関節、ここの可動域というのをしっかりとしていきたいと、それがしっかりこの体重も乗っていくし、その壁を作ることもできると言っていまして、はい、まあ、そこはあの手応え感じながらあのキャンプは過ごせてるみたいです、うん。まあ、昨年は、まあ、リリーフに専念して自己最多の55試合に登板しまして2勝4敗12ホールド、あ、ホールドは21、まあ、そういった成績を残しています。防御率は 3.57 ということは、まあ、昨シーズンのその良さというのをどう今シーズンにも持っていけるかというのが、うん、一つ注目点にはなるかと思います。こちら今村です。あの自主トレも非常にあの宇都宮組として、はい、やっていましたので練習量の多さはあるんですが、まだ本当に30歳を迎えようとする年齢が上がるにつれて、はい、体の変化というのも少し感じているそうなんですね、はい。ただそういったところも含めてより以上に練習をして自分の体力作りを行ったと。であの自主トレの時にあの宇都宮さんにお会いしたそうなんですよ。お、そうなんですか。であのしっかりと宇都宮組の練習というのは今村引き継いでくれよと、若手を含めて自分がこれから引っ張っていきたいと、そういった何か自覚みたいのも今村投手生まれてますので、ここは非常に今シーズンが楽しみになります。背番号26を背負ってる、そういったところも覚悟の一つ表れですよね。そうですね。この背負った時のエピソードもありますもんね、はい。あの宇都宮投手にお電話したら、あの宇都宮投手はあのご飯を食べてる時だったと、はい、でそこであの26番背負ったんだって、それどころじゃない、今家族でご飯食べてるって言われたってありましたね。まあ、でもそういった、まあ、偉大な先輩の偉大な番号を引き継いで、はい、まあ、股関節のところもあるかと思いますが、そういったところも、まあ、去年より変化を感じられる、成長しているとの手応えも口にして、はい、まあ、今一瞬ちょっと笑顔も見られましたけれども、そういった形でどう開幕に向けて調整を進めていけるかという、まあ、中継ぎにとっては今村はもう必要不可欠な一つのピースではありますからね。そうですね。そして何といってもこのムードメーカーじゃないですか、あの周りを明るくしたりとかありますので、まあ、ここも何かこの成績以上の、まあ、人柄の良さというのでこうブルペンを温めている、盛り上げているというのを感じますね、はい。まあ、今村自身も今年で12年目、そういったところ、まあ、後輩も増えてきましたからね。まさに手前では同じサウスポーの横川が今、あ、そうですね、投げていますように、まあ、そういった、まあ、手本としてこの背番号26今村が今シーズンもジャイアンツを引っ張っていけるかというところ。
まあ、阿波のコーチも、あ、今サングラスを取りました。あ、今村に寄って、うん、何やらジェスチャーで左手を振る仕草も見せて、まあ、阿波の投手も左投げでしたから、阿波のコーチも左投げでしたから、そういったところで教えを受けて、どうそれを実践に生かしていけるか。